ボーリューシュルドルドーニュは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、コレーズ圏のコミューン。ボーリューは、ドルドーニュ側に沿って走る、県道945セント城にある、地域圏の最南部にあたる。川沿いに立つペニタン礼拝堂アキテーヌの狩猟の座を巡る継承戦争中の855年、ブールジュ大司教、ロドルフ・ド・トゥレンヌは、 西フランク王、シャルル特等王子持の王党派を具現化した人物で、自らの一族の土地に修道院の基礎を作らねばならないと考えた。ベジェンヌの地への働きかけが無駄に終わると、彼はベラネスと呼ばれる地を候補地とすることにした。修道院の特許状大長はその土地の素晴らしさを報告したが、ラテン語でベラスローカスと呼ばれた地を修道院は宿別できていなかった。 ソリーニャックの大修道院から、彼は、新しい修道院を設立する担当の修道士の、集団を派遣し、修道院の財産形成には、彼の親族が広く参加した。修道院は860年に、祝別された。ケルシークやテュレンヌ施策、彼らの非常に多くの家臣たちが経験な寄付を行い、修道院の世俗部分は、テイリムーザンの1、3を占め、言葉は、 現在のロット圏に及んだ。聖プリムと聖フェリシアンの聖遺物を保管し、世俗の欲望から苦しめられはしたが、巡礼の流れを発展させるには十分な成長であった。やがて暴流は、リモージュからオーリアック、フィージャック、コンク、モアサック、トゥールーズ、サンティアゴでコンポステーラへ向かう皇帝の必須の地となった。1095年以降クルニー修道院に並行され、 改革が行われ、復興の開始と一大事業の時期を経験した。それは、修道院の作業場とそこにある装飾された彫刻に残る。民が崇敬する成人の庇護のもと、肥沃な地方の入り口にある修道院は、強大な力を持った。村の定住地の成長のためにこれは、必須条件であった。13世紀終わり、修道院建物の周りで生じた村は、 壁で取り囲まれていた。壁には、区等点のように塔が並び、堀が境界となっていた。それは、修道院の過去位置であった。郊外が壁の外で生まれた。ドルドーニュガーに向かって広がるラグラーブ地区には、かつて病院があった。中心となる地区は、元のベラネスの村があった場所だった。トルー地区は、死者が埋葬された場所だった。ミラベル地区は、 かつての修道院の果樹園の近くであった。暴流はカステルノート・テュレンヌの領主の欲望をそそり、真のブルジョワ階級が出現した重要な商業地となった。1213年以降、クリュニーが独占的支配を失い、修道院は次第にその権力を失っていった。暴流では、領主たる修道院長、ブルジョワ階級、そして、 トゥレンヌ施策との間で対立が生じた。15世紀、修道院は徐々に崩壊していった。ユグノー戦争中に修道院は新京都にボロボロにされた。16世紀に近づくと宗教改革の理念はドルドーニュ川の先導や商人たちの影響を受けて広がっていった。1569年から1574年の間の2度、コリニー帝徳の軍によって 町と修道院は略奪された。修道院付属教会は、新教の教会に転換された。リーグ派のおかげで1622年に、カトリック信仰が取り戻されると、修道院は、ベネディクト会派のサンモール改修によって再建された。彼らは、修道院の規律を復活させた。再び繁栄した町では、豪奢な邸宅が建てられた。かつてのリーグ派は、 司教たちの支援を受けて多くの宗教的友愛会を作った。フランス革命で修道院建物が壊された時、修道院にはまだ6人の修道士たちがいた。大修道院は損害から逃れ教区教会となった。防流シュルドル導入のパノラマ20世紀初頭の防流の人口は2025人であった。参照元1999年まで、 イヘス、2004年以降 INSEE、防 IN、e、流を含む一体はイチゴを年間400トン生産する大生産地である。これは国内のイチゴ総生産量のほぼ1%に当たる。特にグループアンドロが近くのビアールブルテヌーの工場でジャムを生産していることが挙げられる。毎年5月の第2日曜日にはイチゴ祭りが行われ。 直径8メートルのタルトに900キログラムのイチゴが敷き詰められたイチゴタルトが作られる。イチゴのタルト丸母将軍像、ありがとうございます。